パーツはトレーナーのユージです。さて、問題です。このショルダープレス、一体何が問題でしょうかわかりますでしょうか正解は、これです。回転します。回転します。回転します。こういうことです。ダンベル腕が、 前に出てます。だけれども、正面から見ると、上にしっかり上がってるというショルダープレス。これはダメです。これはダメなんですよ。ダメなショルダープレス。このショルダープレスをやっているときに、上げよう上げよう上げる最後までね、9回ガ、か !10 回、かってありますけれども、これを上まで上げればいいのかというと、そうではないということ。 どこまで上げればいいかというその問題なんですね。これは結構ね、筋トレの中で随所に起きてます。いろんなところで起きてます。今僕ね、こうやってやって回転していきましたけど、まあこれもね、あの最新の VFX で360度120ぐらいね、カメラがあれば僕は回りそうないんですけども、ここにはカメラ一つしかないんで僕は回りましたけど、これね、正面から見てると自分では上げてる、上げてるっていうふうに思ってるのが、 実は上げてるつもりなのが上がってない。全然肩になってない。収縮してないじゃないかということなんですよ。収縮するっていうのはこっちなんですね。こっちで収縮してこそ肩のトレーニングになってくる。三角形のトレーニングになってくるので、これをどこまで上げるかというと、こう来てこう来てダンベル持ってやってみようか。ダンベル持ってやってね、僕自身どこまで上げるかというと、ここまでですよ。こう来て、ここまで。僕自身、ショルダープレスを自分でやってて、ここまでしか上げないです。 ここまでしか上げない。で、ここまでっていうのはどこまでかというと、三角筋、今使っているこの全部とチューブのこのあたり、このあたりが収縮するまで、ギュッと収縮しました。もうこれ以上収縮しませんというところまでいったら、そこで終わり。肘が伸びるとか、どこまで上がるとか、このラインでは全く見てないです。鏡で見ているのはこれが左右対称かどうかということだけを見ているだけで、どこまで上がるかということは重要じゃないです。 きちんと収縮したところに行ってるか。つまりそれがこの状態、この方向で収縮したところまでなんですね。これを取り違えて高く上げればいい、上まで上がればいい、腕が伸びればいいというふうになってしまうと間違ってしまうわけですね。そうすると結局こっちに上がっていると三角筋はあんまり疲れないです。しっかり収縮して伸ばしていく。ね。収縮するところをどんどんやっていく必要があるわけです。 でちなみに今僕はこれでここまでって言いましたけど、まあ、ご存知の通り僕、トレーニングを18歳からやっていて、ね、部活動からほぼブランクなく筋トレをやっていて、18歳からやっていて、35年とか4年とか5年とかもうやってるわけですよ。その間もう休まずずーっと続けてきた人間なので、それでもこのショルダープレスっていうか、その筋肉っていうのは僕結構ね、十分縮む方です。 で、それが20年、30年筋トレとか体を動かすところね、こういうふうなことをやるというブランクがある人の場合、僕より基本やっぱり上がらないと思います。例えば、スーパーマンとかやってもやっぱ上がらなかったりするじゃないですか。で、僕がまあ上がるんですか。で、それはやっぱりずっと体を動かしてるかだから、それと同じようにあまり体を動かしてなかった20年、30年がある人の場合、やっぱり正直、これもね、正直僕よりも、まあ僕を気にするちょっとまあちょっと申し訳ないんですけど、この、あんまり縮まないと思うんで、僕より多分高く上がることはあまりないと思います。 なので、高く上がってもこれぐらいで、自分が収縮を感じたと思ったら別にここでもいいんですよ。あんまり上がってない気がするけど、三角筋の収縮が目一杯であれば、そこで終わり。無理にまあ僕と同じそこまで上げる人もないということ。自分の感覚で、ここが、ね、ギュッと縮まった、あ、もうこれ以上やったら体が逃ってる。前に行ってるって言ったらそこまで上げない。ということなので、基本的にね、何をやってるかというと、ダンベルを上げることをやってるんではなくて、 筋肉を収縮する、そして伸ばすことをやってるので、どこまで上げるかというと、収縮するところまで、収縮が終わったら終わりなんですよ、ね、ここを結構取り違えてる筋トレが結構多いわけです。これは胸でも同じ。胸でも、ね、こうやってやった時に、かなり上までこう、が最後まで上げたい上げたい上げる。それもダンベルを上げることが目的になってるから、そうじゃないですね。寝転んで、お尻をつけて、肩がついて、肩がついて、肩が浮かないで収縮したところまで、これを 高さを求めなない。収縮すするっていうのはここまでなんでんよ。それ以上も上げない上げようと思うともう肩が出てるからそこまで上げないといこれが自分の一番収縮したところなんですねそれ以上全然上げなくていいのでその感覚収縮したところをしっかり探してほしいもちろんアームカールも同じアームカールもやってる時にこういうふうにこういうふうにやってると上がってるけどこれも当然違いますよね 肘を上げすぎない自分の肘をどこで設定するかっていうのはそのやり方によっていろいろあるんですけどまず基本として肩の真下に肘があるとしたらそこからできるだけ動かさないで収縮するというとここまでなんですよで下から4分の3ぐらいまでは多分目一杯それ以上はもう多分上がらないです上がらないです自分の二頭筋が収縮するところまでこれが目一杯のところなんで収縮するのを確認して終わるどこまでかというと収縮するところまでということ 収縮に関しては、収縮に関しては、このライングフレンチプレイの時にも、これはね、こういう形でダンベルを上げるって思うと、今肘の位置がここなのに、ね、ここから上げようと思うと、肘の位置が、これから肘の位置がここまでいっちゃうんですよ。だから肘がバンバン動いちゃうんですね。基本的には肘の位置がこんな、肘の位置を固定したところで収縮するところまで。という感じで、ここが収縮するところまでなんですね。 なので、肘が動かないようにできるだけ収縮だけを感じてく。もう肘がほら、この180になる、ここまでが一番目一杯収縮したところなんですね。そこを目指してやってほしいです。まあ、同じく腹筋にも同じ、腹筋も同じ。腹筋もこれをどこまで上げるのかというと、おでこの高さ、頭の高さじゃなく、収縮したところまで。だからこの高さ一切ないです。こういう感じもいらなくて、 お腹が収縮したら終わり。お尻を上げて、背中を上げて、収縮したら終わり。そこまで。それを探しながら一回帰る。毎回毎回こう、3、4っていう時に息を全部吐き切って収縮したところまで。というのを一回一回探してやってほしいんですね。まあ、そんな感じで、あの、筋トレの場合には、どこまで上げるかというと、基本的には収縮するところまで。ターゲットの筋肉が収縮するところ。 ここまでで終わりなんですね。そこを間違えないように、その一回一回、ワンレップワンレップ、ワンレップワンレップ,ワンレップ、収縮を探しながられこれを基本にやってください。では、スクワットなんか立っているものの場合、どこまで上げるのか、これを考えながらやったことはありますでしょうか。スクワットをね、やっていくときに、こう来て、こう来て、ここまで行くのは NG です。NG です。これダメ。今、上がったときに膝がロックしましたね。 ロックして休憩するところまではいかない。膝をロックする手前の割り、ここ。9割5分みたいな感じ。9割5分ぐらいまで行って、ちょっと力がまだ入ってる負荷があるかなというところで終わり。で、下がってロックする手前までです。ね、もしここでもう一回呼吸をしたい時でもね、余分に、ね、息が荒くなって呼吸した時でも、こういったロックしてないところで、 もう一回やるということ。これ、ブルガリアンスクワットでも同じ。ブルガリアンスクワットでも、降ります、上がって、カクーンとして、このゼロのところまで行っちゃうと、次に入るときに、たいこう、よろめいたりするとで、これ、よろめく人って、だいたいほとんどが今のゼロまで行っちゃってるから、結構よろめく人が多いんですけど、これをゼロまで行かない。この手前、ちょっとまだ残ってるぐらいのところまでにしといて、きついけどきついけど、そのまま、ここでちょっと止めて、止まってです。 繰り返す。ロックするところまで行かないで繰り返す。というのが、この立っているスクワット、ブルガリアンスクワットの場合には、そのロックしないところまでというところが一番上。ということになります。じゃあ今度は、ラットプルダウンの場合、ラットプルダウンの場合何が上かしかもうわからなくなりますけれども、このね、じゃあ上ね、上。この時にどこまで上げるのかっていうのが、結構ありがちなのが、こうきこうきって脱力するまで。 脱力する、まるっきり腕が伸びきるところまでいっちゃいがちなんですけど、そこまでいかないです。で、これ、まあ、ラットプレーの検診も全く同じです。検診も全く同じ。これね、こういったときに、こういうときに、上は、肩甲骨、広背筋はかなり伸びて上がる、ここまでいくんですよ。ここまでで、これが、 肩がね、肩をすくめるぐらいまで肩甲骨がぐっと上がる。そこまで行くんだけれども、ここは伸びきってしまうと、それと脱力になってしまうので、肩甲骨肩がねす、すくめるぐらいにこう上がっていくんですけれども、微妙に伸びきるためで、こちっちブレーキかけてます。あえてブレーキをかけながら、これがずれていく。というところまで。で、もちろん体は垂直までぐらいかない。ちょっとこの、 たたれたとかねこのアーチを描いたままのところでいいです。前まで猫背になるとか垂直まで行かないで、この肩甲骨肩がずれて息を吸って、ここまで開きながら伸びながら肩はつくめるぐらいまで上がるんだけども、ブレーキをかけてるところまでということ。これは伸びきらないというところです。これもね、上がりすぎには気をつけない。まあ、ラットプルなんとかの前に、ちょっと下もありますけど、下もこれは収縮で終わり。これが収縮で終わり。ね、プレートが上がるときうこれが収縮で終わりで、これを ここまでって思うと、これがこういう形になったりとか、後ろにガッと行ったりして、とにかく高く上げよう、高く上げようってなっちゃうんですよ。そうじゃなくて、収縮するところ、収縮したらもうこれぐらい。正直言うともうこれぐらいですね。閉まったら終わり。ほら、脇もこのぐらいでしょ。これをここまでやる必要はなくて、 収縮したら終わりで、まあ、僕自身ラットプルダウンやってでも、正直このバーは鼻か顎、この辺までしか来なくて、これより下には全然来ないです。僕はそこまで全然やらないですね。収縮するのを、まあ、その程度でいいのかという意見もあるんですけど、これは懸垂とかラットプルダウンなんですそこまででいいです。で逆に収縮する種目というのは、バーベルとかダンベルで、 こっちの収縮種目、ローイング系でしっかり収縮できますの、ね、で、それはセットで考えればいいことなので、ラットプルダウンではこの収縮したところ、ここら辺までで、バーはここら辺までで終わるぐらいなところが一番収縮したことなので、まああんまり下げる必要はないということ。まあそんな感じでね、どこまで上げるかということを、まあ、あの、上げることを考えているけども、実際にそれぞれがどこまでなのかということを明確に考えてない場合も多いかもしれないです。 でどこまで上げるかではないわけですね。どこまで収縮するか、収縮できるか、収縮を感じているか、でそこで終わりになるということを、マイレップ、マイレップ、考えながら、感じながらやってみてください。そうするとね、あのもっともっとね、負荷が逃げない効果の高い筋トレになってきますので、上げすぎには気をつけた筋トレやってみてください。はい、ここを気をつけていくと筋トレまるっきりね、効果の高いものを買ってきますので、ぜひやってみてください。はい、チャンネル登録もよろしくお願いします。インスタなどもやってますので。フォローよろしくお願いします。パーサートレーナーのユージでした。 Go, go!